ラトップ本社パリメトロ路線バスパリ交通公団は、フランスの首都パリとその周辺部の公共交通機関を運営する事業者である。パリ地域の交通に関する独立機関スタイフの下に、あってメトロやらー、路線バスも、3路線のトラム、モンマルトルのケーブルカーの運営を行っている。本社所在地は、パリ12クラペ通り54番地。 ラトップは1948年3月21日、それまでパリメトロを運営していた CMP とパリ地域で路線バスを運営していた STGRP の資産を統合する形で発足した。CMP は1930年にソシエテジュシュマンでファーエラクトリックノールシュットでパリを1937年に現在はラービーセンとなっている。 総選を合併している。STGRP は1921年1月1日に設立され、パリの路面電車や路線バスを運営していたが、ラトップになる頃には、すべての路面電車は路線バスにとって変わられた。現在、ラトップは、様々な交通機関を運営する事業者となっている。ドイツやイタリア、アメリカ合衆国の事業者とも関係を持ち、 鉄道やバスの運行を及び車両のメンテナンスも行っている。また、ノクティリアンと呼ばれる深夜バスの運行もパリやイルドフランス地域圏で行っている。ラトップのロゴは上を見上げている女性の顔とイルドフランス地域を蛇行しているセーヌ川を表したものである。ラトップは13カ国106社にも及んでいる子会社を管理するためにラトップデーブを2002年に設立した。 ありがとうございます。